そういえば、少女 A も私たちと同じように何らかの方法でこの新世界に入ったのよね。皆さんの話を聞く限りでは、多分そうだと思います。あ、記憶喪失だからわからないわよね。すみません。別に謝る必要はないわ。ただあなたがどうやって新世界に来たのか疑問に思ったのよ。もしや新世界ゴーグル以外にもこの世界に入る方法はあるということか。A ちゃんの記憶が戻ればどうやってこの世界に来たかわかるのにな。そうよ、記憶を取り戻せばいいじゃない。って言ってもどうやって戻すのだ。そう簡単にはいかないと思うぞ。そうね、物理的な衝撃を与えてみるとか。ほら、叩いたら治ったりするじゃない。それ壊れたブラウン管テレビの直し方ですよね。お姉ちゃん、やめておいた方がいいよ。お家のテレビだって叩いて壊しちゃったし。はあ、早瀬家のテレビは浅野の暴力によって長い眠りについたというわけか。なむなむ。浅野はやっぱり残念で乱暴なのだ。きっと少女 A のことも長い眠りにつかせてしまうのだ。すみません、その方法は遠慮しておきます。なんでよ、せっかく記憶を取り戻してあげようと思ったのに。素手でテレビを破壊できるような人間が人の記憶なんていう繊細なものを戻せるわけないでしょ。却下ね。時間が経てば記憶が戻ると聞いたことがあるぞ。案外明日の朝目覚めたら戻ってたりするのではないか。そうね、今ここで焦ってもしょうがないと思うわ。あ、世界さん、明日は A ちゃんも一緒にデータポートを探してもらうのかな。いや、少女 A にはここにいてもらおうと思う。記憶もないわけだし、ひとまず様子を見た方がいいだろう。でも皆さんが頑張っているのに私だけ何もしないなんて。 A ちゃん、そんなの気にしなくていいんだよ。ずっと一人で新世界にいたんだし、明日は基地でゆっくり休んで。わかりました。ではお言葉に甘えさせてもらいますね。私たちに任せなさいよ。すぐにデータポートを見つけて現実の世界に戻してあげるから。明日は基地でくつろぐといいぞ。お菓子もいっぱいあるしな。あ、でもターニャのガジガジ君は食べちゃダメだからな。それぐらいあげればいいのに。ダメなのだ、あれはターニャのなのだ。あのガジガジ君って何でしょう。お話から察するに食べ物のようではありますが。にゃふん、少女 A はガジガジ君を知らないのか。あの味を知らないとは人生の8割くらい損してるのだ。しょうがないから一個だけ食べてもいいぞ。え、いいんですか。ターニは天才だけど、とってもとっても優しいからな。ちょっとくらい分けてやってもいいのだ。それじゃ早速食べてみるのだ。はい。すみません、起こしてしまったみたいで。いや、まだ寝てなかったから大丈夫だよ。それよりどうしたの。やっぱり仮眠室のベッドじゃ落ち着かないかな。
しまって申し訳ないですけど、あの方本当に床で大丈夫なのでしょうか。浅野さんはよく酔っ払って床で寝てるから慣れてると思うよ。でもだったらどうしてここに。あ、少し喉が渇いてしまってお水でも飲もうかと思ったんです。そうだったんだ。じゃあ何飲む。麦茶とかジャスミンティーとかいろいろあるけど。じゃあ麦茶にします。わかった。じゃあソファーに座って待ってて、今用意するから。え、それくらい自分でできます。いいからいいから、僕もちょうど飲みたかったし。わかりました。はい、どうぞ。ありがとうございます。もしかして眠れない？はい。あの、もしよければ少しだけ話し相手になってくれませんか？もちろん。気が済むまで付き合うよ。ありがとうございます。レイジさんは優しい人ですね。そう？はい、とっても。だって見ず知らずの私に最初からとても親切にしてくれて、私すごく嬉しかったんです。この町に閉じ込められて一人でずっと町をさまよってて不安でどうしようもなかったから。でもそんな時にあなたとユーノさんに出会ったんです。最初はいろいろ質問されて驚きましたけど、ここに連れてきてくれましたし、他の皆さんも当たり前のように受け入れてくれて本当にありがとうございます。お礼を言うのは僕の方だよ。君は現実世界で僕を救ってくれたんだから。あ、そういえば最初に会った時にそんなことを言っていましたね。うん、現実世界で僕とタチアナが大学に行った時、そこで黒服の男たちに追いかけられたことがあるんだ。その時僕のスマホにメールが届いてさ、メールには黒服から逃げるための指示が書いてあった。そのメールをくれたのは多分君なんだよ。そうだったんですか。だったら私はレイジさんのメールアドレスを知っていたということですよね。もしかして知り合いだったんでしょうか。いや、そうじゃないんだ。僕は君と話したこともないし、メールアドも知らない。それならなぜ私からメールが来たと分かったんですか。それは大学でメールが来るもっと前に君に会っていたからだよ。
だから、きっと君が僕たちを黒服から助けてくれたんだって思ったんだ。私がレイジさんを助けた記憶はないですが、それが本当なら嬉しいです。ですが、どうして私はレイジさんのメルアドを知っていたのでしょう。私たちは友達でも知り合いでもないんですよね。だったらメルアドを手に入れることはできないのではないでしょうか。それに、レイジさんは私のことを知らないということは、私が一方的にあなたのことを知っていたということになりますよね。そしてよくわからないメールを送ったり、大学で逃げ道を誘導したりしたんですよね。一体私は何がやりたかったんでしょう。なんだかますます自分のことがわからなくなってきました。記憶を取り戻すのが少し怖いです。ごめん、もしかして余計に不安にさせちゃったかもしれないけど、でもこれだけは言えると思うんだ。君はきっといい人だよ。だってあの変わり者ばかりのジャッジメント7のみんながあっさりと受け入れてしまうくらいなんだからね。ありがとうございます。そう言ってもらえるととても心強いです。記憶喪失のこともあまり深刻に考えないようにします。レイジさん、ありがとうございました。お話ししてたら気持ちが楽になったような気がします。そっか、ならよかった。それじゃあ私そろそろ寝ますね。今日は本当にありがとうございました。ああ、いいよ。それは僕が洗っておくから。疲れてるだろうし、早く寝た方がいいよ。わかりました。レイジさんにお任せしますね。では、おやすみなさい、レイジさん。なんだこれ。たく、一体何だって言うのよ。私の大事な睡眠時間を削るなんてどうしてくれるつもり。本当にね、つまらないことで起こしたのなら末代まで呪ってやるから。あーにゃ眠いのだ。ターニャン、ターニャン、起きて。レイジ君が緊急事態だって言ってるよ。イルカさん、あの、起きてますか？
もちろん起きておるぞ、少女 A よ。我が輩は今ラグランジェポイントへ意識を飛ばしておったのだ。断じて寝ていたわけではない。お疲れ様です。ふう、それでレイジ君は何があったんだい？みんなを叩き起こすなんてただごとじゃなさそうだが。そうなんです。ただごとじゃないんです。皆さん、落ち着いて聞いてください。今日は7月30日なんです。はぁ、7月30日だからってなんだって言うのよ。なんだレイジ、今日の日付を言うために起こしたのか。レイジ君、わざわざ言わなくてもそんなのスマホを見たらわかるよ。我が輩にはわかるぞ。レイジーはただ今日の日付を伝えたかったわけではないのだ。そう、7月30日はプロレス記念日だ。何よ、そんなことを言うために私たちを起こしたの。違いますよ、僕が言いたかったのはそんなことじゃありません。っていうか、今日はプロレス記念日なんですか。って、そんなことに驚いている場合じゃないんです。いいですか、皆さん、よく思い出してみてください。昨日が7月23日だというのはみんなで確認しましたよね。ええ、確かに確認したわ。あれ、昨日は23日だったはずなのに、なんでいきなり30日になってるんだろう。お、そういえば7日も進んでるじゃない。日曜日の次の日がまた日曜日ってどういうことよ。何、今日も日曜日なのか。しまった、ジャスティス王子を見逃したのだ。まあ、というかもう訳がわからないのだ。もうとうとう我が輩の時を加速させる能力が顕現してしまったようだな。いやいや、それはないですって。現実世界の今の時間って何時なのかしら。新世界に来たのが7月29日の16時くらいだったよね。それから次の日になったら日付が戻ってて、リア充ゲームを1週間やって、次の日になったらまた日付が戻ってて、今の新世界の時刻はだいたい8時だから、新世界の時間で8日と16時間くらい経ってるはずなのだ。新世界での1日が現実世界の1時間ということは、現実世界の時間でだいたい8時間40分が経過しているということになるから、つまり現実世界の時間は7月30日の0時40分くらいなのだ。もうややこしいわね。でも30日って今の新世界と同じじゃない。ひょっとしてループ世界から抜け出せたんじゃないの。昨日までループしてたのに不思議だね。この世界は一体どうなっているんでしょう。オワリさん、何か原因が分かりました。いやー、全くさっぱり分からないね。まあ、この世界のからくりを考えるのは後だ。一刻も早くここから脱出しなければならないからね。そうですね、早くデータポートを見つけ出さないと。って言っても手がかりがないんでなかなか難しそうですけど。そうそう、いくら浅草の限られた区画の中だからってやみくもに探しても見つからないんじゃない。まあそうだろうね。
さすがに浅草をブラブラしてるだけじゃ見つけるのは難しいだろう。そう思って秘密兵器を用意したんだ。秘密兵器だと？これただのスマホじゃないの？別に秘密兵器には見えないけれど。おお、それはターニャが作ったデバッグなのだ。世界、スマホに移植したのか？さて、みんなのスマホにもインストールするから探索に行く前に俺に渡してくれ。了解です。なんだか楽しそうだね。ちょっと、私の携帯にはアプリが入れられないのだけど。ああ、そういえば夏美さんはまだガラケーなんでしたっけ？まだってどういうこと？まさかあなたガラケー民を時代遅れの人間だと思っているのかしら？そういうわけじゃ。夏美には俺のスマホを貸しておくよ。俺はずっと基地にいるし、連絡手段なら別にあるしね。そう、それならいいわ。使い方はよくわからないけど。これ変な写真とか入ってないでしょうね？変な写真なんて入っているもんか。入っているのは貴重なヌード写真やプレイ動画などだよ。息抜きに楽しんでもらって構わないからね。見ないわよバカ。あなた何かろくでもないことを考えてなかった？いえ何も。解析しながら脱出プログラムを作ってるのだからな。お前たちも頑張ってデータポートを探すのだ。聖戦の前にまずは腹ごしらえが必要だな。はーい、ユウのをパパッと作っちゃいますね。あの、ちょっと提案があるんですけど。ん？何何？今日は手分けして探さないで、みんな一緒に行動しませんか？なぜ？手分けした方が効率よく探せると思うけれど。僕もそう思います。だけどそれじゃあみんな好き勝手にやって、結局見つからないんじゃないかと思うんです。だって勝手に帰ってしまいそうな人がいたり、ゲーセンでサボり始めてしまいそうな人がいたり、なんだかよくわからない超自然的なものを探し始める困った人もいるし。シュー！そんな勝手に帰るなんてことするわけないじゃない。ねえ夏美。ええ、まさかゲーセンなんて行くわけがないわ。我が輩は昨日も真面目に探しておったぞ。皆さん、本当に今日はちゃんと探しますね。お願いしますよ。もちろんよ。やってみるわ。任せておけ。このダウジングロッドさえあればデータポートの探知などたやすいぞ。ユウノも頑張ります。
ここにもないか。ただいま。あ、レイジ君も帰ってきてたんだね。あれ、ユーナさん、今帰ってきたんですか？指につかないよ。これなら姑さんにも怒られないね。もしかしてレイジ君がやってくれたの？いや、違います。僕も今帰ってきたところなんですけど、すごく綺麗になってて驚いてたんです。そうなんだ。じゃあ誰がやってくれたんだろう。じゃないだろうし、パンヤンもないだろうし、なっちゃんもなさそうだし、イルカさんは龍脈を探しそうだし、世界さんは掃除してるとこ見たことないし、よかったよ。最近はお掃除ができてなかったからね。あ、お二人とも帰ってきてたんですね。あれ、もしかして君が掃除してくれたの？はい。勝手にやらない方が良かったでしょうか。一応オワリさんとタチアナさんには許可をもらったのですが。あ、姉ちゃんがやってくれたんだ。とってもとっても助かったよ。お掃除上手なんだね。そうですか、よかったです。でも僕たちが散らかしたのに君にやってもらうのは申し訳ない気が。いえ、いいんです。私がやりたくてやったんですから。皆さんが頑張っている間、私には何ができるだろうって考えていて、それで基地のお掃除をすることにしたんです。そっか、 A ちゃんも一緒に頑張ってくれてたんだね。はい、こんなことぐらいしかできなくて申し訳ないですけど。ダメだよ A ちゃん、そんな風に自分のことを言っちゃう。ユーナはね、A ちゃんがお掃除してくれてすっごく嬉しかったんだから。え？もちろんラウンジがピカピカになったのも嬉しいけど、 A ちゃんがユーナたちと一緒に頑張りたいって思ってくれて嬉しかったんだよ。だから自分の頑張りをこんなことぐらいなんて言っちゃダメなんだから。ユーナさん。あ、そうだ、ユーナもお手伝いするよ。一緒にやったらもっとピカピカになるからね。それなら僕も手伝うよ。事務所って結構広いしさ、みんなでやった方がはかどると思うよ。キューノさん、レイジさん、ありがとうございます。でしたら今から2階のお掃除をするので一緒に来てもらえませんか。あの部屋は皆さんの私物も多いみたいなので、勝手に触ったらまずいかと思って、皆さんが帰ってきてから手をつけようと思ってたんです。
その方がいいかもね。じゃあみんなで一緒にお掃除しよう。はい。改めて見るとこの部屋ってかなりごちゃごちゃしてますね。確かにすごいですね。みんなもうちょっと片付けた方がいいと思うな。おや、少女 A じゃないか。もう掃除は終わったのかい？はい、あとはこの部屋だけなのですが。ここはなかなかの強敵だからね。ユーノが頑張って掃除してもすぐにみんな汚しちゃうのさ。部屋で作業をしてて、ターニャが病気にでもなったらどうしてくれるのだ。あれ、あそこの机、なんで飲みかけのペットボトルがたくさんあるんですか。レイジ、机にゴミを置きっぱなしにしちゃダメなのだ。ああ、あれはゴミじゃないよ。まだ飲むつもりだから。最後まで飲みきらないのは何かの意識か願掛けのようなものなのでしょうか。それ言うのも気になってたんだ。不思議だよね。レイジ君の机の上っていつも飲みかけのコーラが 2,3 本あるんだもん。これは僕なりのこだわりがあって、ほら、常温の場所にペットボトルを置きっぱなしにしてるとぬるくなっちゃうじゃないですか。でも捨てるのはもったいないし、かといってそのまま飲んでも美味しくないし、だから一口目は冷たいのを飲みたいと思って新しいのを開けてるんです。でその後にぬるくなったやつを飲んで。面白いんですね。とりあえず僕の机は置いておこうか。あ、はい。それじゃあそこの机はどうでしょう。あ、浅野の机に目をつけるとは、少女 A よ、勇者だ。いきなりラスボスに挑戦するようなものなのだ。お姉ちゃんまた汚くしてる。この前言うのが綺麗にしたばっかりなのに。それだけではないわ。机の下を見てみなさい。どうやって使ったらこんなことになるのだ。キーボードもすごいことになってますね。これでちゃんと打てるんでしょうか。浅野のチャットはちっともわからないのだ。あれは暗号化されているからな。我が輩でも解読に一苦労だ。疲れた。ちょっとレイジ、なんで私の机の下に潜ってるのよ。乙女の机を漁るなんて男として最低。浅野、そんな風に言うならもうちょっと机を乙女らしくしたらどうなのだ。何よ何よ、私の机のどこが乙女らしくないっていうのよ。
むしろどこが乙女らしいっていうのだ。お姉ちゃんの机にあるのはひび割れたモニターとキーが取れたキーボード。食べ終わったカップラーメンのカップと空き缶も忘れてはなるまいぞ。乙女のおの字もないわね。汚物のおならあふれかえってるけど。違うわ、あんたたちにはこれが見えないの。これはただのクマの置物なんかじゃないわ。クマちゃん PC よ。鼻を押すと PC を起動できる優れものなんだから。私全然気づきませんでした。そうでしょう、そうでしょう。具体的に何を探していいのかわからない状況で、こうやって歩き回ることに意味があるのかしら。本当よね。終わりにそのことを訴えたってヘラヘラ笑って、まあ適当にって言うだけだし、無責任にも程があるわよ。二人ともそうは腐るな。我が輩が持つオリハルコン製ダウンジングロッドがあればデータポートを見つけることなど造作もないこと。あれれ、イルカさん、昨日持ってた鉄の棒、今日は持ってないの？ほー、我が輩と言ったことか。ダウンジングロッドを基地に置いてきてしまったぞ、一生の不覚。イルカ、あんたは人生そのものが不覚の塊でしょうが。言うようになったではないか、アサノ。我が輩かお前か、どちらがジャッジメント7の7将軍にふさわしいか決着をつけようぞ。はぁはぁしぇー。なによ、意味わかんないけど、そっちがやる気なら相手になるわよ。ああ、バカらしいわ。好きにやってちょうだい。二人とも喧嘩はダメだよ。そうですよ。そもそも七将軍の座をめぐっての戦いならする必要ないじゃないですか。ジャッジメント7は7人しかいないんですから。うん、言われてみればそうだった。ならば四天王の座をめぐっての戦いにしよう。僕は辞退します。ユーナさんと夏美さんは。ユーナも四天王なんかどうでもいいな。くだらないことに私を巻き込まないで。辞退に決まっているわ。これで残りは尾張さんとイルカさんと立ち穴と浅野さんの4人です。四天王決定ですね。そう来るか。やめたわ。こんなところでイルカと揉めたところでどうにもならないしね。あ、よくよく考えてみればダウンジングロッドがなくとも我が輩の額には第三の目があったではないか。この隠された瞳にてデータポートを見つけようぞ。ごめんね、騒がしくて。いえ、大丈夫です。それに
なんだか楽しいですし。楽しい？はい。皆さんが騒いでいるのを見ているだけで、とても楽しくて、少しだけ懐かしい気持ちになるんです。自分でも不思議なんですけど。とにかく、もう少し歩き回ってみましょう。事務所に戻っても特にやることもありませんし。うん、そうだね。プログラムを作ってる世界さんとターニャの邪魔にならないようにもしなきゃだしね。わかったわ。もう少しだけ付き合いましょう。どうせ何の成果もないだろうけど、基地に戻ったところで退屈するだけだしね。イルカさん、どうしたんですか？いや、我が輩の額にある第三の目が怪しい連中を見つけたのだ。何なのかしら。逃げなくちゃ。どうした。わからない。でも逃げなくちゃ。皆さん逃げましょう。なんだかすごく嫌な予感がします。あいつら何なの？わかりません。でも僕とタチアナが大学で襲われた黒服たちに似てます。まずいぞ奴ら、我が輩たちを追っているようだ。ところはですけどね。さっきの黒服さんたち、なんでユンノたちを追いかけてきたんだろう。あなた、現実の大学でも黒服の男たちに追いかけられたって言ってたわよね。あの時はタチアナのファンじゃないかってことで決着がついたけれど、もしかしてあなた何かやらかしたんじゃないの？あんな連中に追い回されるようなことは何もしてませんよ。僕はただの平凡な大学生なんですから。まあそうよね。あなたのような平凡の塊みたいな存在が危ないことに首突っ込むなんてありえないわよね。また黒服に見つかる前に一旦基地に戻るか。そうしたいけれど、あの連中に基地の場所を知られるのは正直避けたいわ。変態とタチアナが作っているプログラムが私たちがこの世界から脱出するための唯一の希望よ。それを台無しにされたらおしまいだわ。わあ、あの人たち来ちゃったよ。とにかく逃げましょう。イルカさん、何してるんですか。早く行かないと。我が輩のことはいい。レイジーは少女 A を連れて逃げろ。我が輩はここで黒服を引き止める。バカなことを言わないでください。そんな格好つけなくていいですから、一緒に行きましょう。それは無理だ。我が輩の体力はすでに限界を迎えているからな。ここは
師匠に花を持たせてはくれまいか。でも心配する必要はないぞ。我が輩も後で必ず合流する。さあレイジーよ、早く行くのだ。わかりました、少女へ行こう。我が輩の奥義、超絶ゲコゲコ剣を見せる時が来たようだ。この技を食らったら最後、3年後には肝臓を悪くしてしまう。なぜ！くぅ！大丈夫？とりあえず息を整えて。はい、すみません、私足手まといですよね。レイジさん一人ならもっと速く走れるのに。いや、そんなことないよ。それにこっちこそごめん、一緒に黒服に追われることになっちゃって。奴らの狙いが何なのかわからないけど、絶対に君には被害が及ばないようにするから。ありがとうございます。まずい、こっちに来る。状況じゃ仕方ないよ。それに結果的に見つからなかったわけだし、気にすることないって。はい、レイジさんありがとうございました。あなたがいなかったら私あの人たちから逃げられませんでした。あなたは私の恩人です。男として当然のことをしたまでだよ。頼もしいですね、レイジさんは。でもさすがに恩人だなんて買いかぶりすぎだよ。それに内心はヒヤヒヤしてたんだ、捕まったらどうしようかって。少しも見えなかったのに。レイジさんってポーカーフェイスなんですね。だけどまだ逃げ切れたわけじゃないし、この辺をうろついてるみたいだから注意しないと。あの人たちまだ追ってきてるんですよね。ということはイルカさんは。イルカさんなら大丈夫だよ、いろんな技を使えるし、本当に危なくなったら逃げるはずだから。そうですよね、うん、さて少し休憩したらここを離れよう。早くみんなと合流しなくちゃ。わかりました。浅野さん、
ユーノさん、それに夏美さんも。よかった、皆さん無事だったんですね。ええ、そっちもね。いつになっても来ないから黒服に捕まってしまったのかと思ったわ。あれ、イルカさんは？そういえばいないわね。あなたたち一緒じゃなかったの？はい、実は黒服が追ってきた時、イルカさんに先に行けって言われて。まさかあの時イルカが身を挺して私たちのことを逃がしてくれたの？じゃあもうイルカは。みんなそんな顔しちゃダメだよ。せっかくイルカさんがユーノたちを守ってくれたんだから、イルカさんの犠牲を無駄にしないためにも黒服さんから逃げ切らなきゃ。そうですね。また来たわね。とにかくこの黒服を巻きましょう。あ、はい。あの角を右に曲がりましょう。君たち早く中へ。皆さん中に入りましょう。マスター何秒かかった？およそ15秒。現実じゃ 0.6 秒ってとこだな。運が良ければ直接は感知されていないだろうが。ログは残っちゃうね。まあ仕方ないか。あの、一体ここは？ようこそカフェイグジットへ。私はマスターの出口四郎だ。私はウェイトレスのナビミヤビ。よろしくね。さあさあ、とりあえず座って座って。とりあえずご注文はどうぞ。こんな汚い店だけど、コーヒーだけは割といけるのよ。汚い店は余計だ。これでも私は結構気に入ってるんだからな。あらら、これは失言だったね。あ、そういえばみんなの名前を聞いてなかったわね。めんどくさいから自己紹介と注文を一緒にお願い。じゃあ、僕は午前0時です。コーヒーをお願いします。私は早瀬浅野。アイスティーね。ユーノは早瀬ユーノだよ。カフェオレをお願いします。少女 A です。私もカフェオレをお願いします。結城夏美。私はブラックコーヒー、あ、アイスティーで。何よ。え、いえ、何でもないです。
ご注文入りました。まずコーヒーが一つに。必要ない、ちゃんと聞こえていたからな。ほらよ。さあどうぞ。ねえねえレイジ君、この人たちもゲームの NPC なのかな。どうでしょうね。確かにメイドの格好だなんて、いかにもゲームキャラっぽいですけど。私は心当たりはないわよ。私も知らないわ。こんな喫茶店を舞台にしたゲームなんて作ったことないし。なになに、何の話？ゲームがどうこうって聞こえてきたけど。説明するのもややこしいから単刀直入に聞かせてもらうけど、あなたゲームのキャラ？はあ？何それ、私のどこがゲームのキャラに見えるのよ。我々は普通の人間だよ。君たちと同様、現実世界からこの仮想世界に来ているごく普通の人間だ。出口さん、ナビさん、ちょっとお伺いしたいんですけど。私たちにもいろいろと事情というものがあって、全てを語るわけにはいかない。君たちに知らせてもいい範囲内で話すことになるが、それでいいね？この世界の時間経過ってどうなってるんですか？一週間で日付がループしてるのかと思ったら、いきなり現実の日付と同期したりして。ああ、そのことね。この世界は日曜日ごとに1週間で日付がループするようになってるの。でもそれには例外があって、誰かがこの世界にログインするとループが一度リセットされて、ログインした現実の日時が上書きされるようになってるのよ。今回は私や出口さんがログインしたから、ループしてた日付の情報が私たちがログインした時間に上書きされたってわけ。23日から30日に日付が飛んだのは、あなたたちがこの世界に来たからだったのね。でもなぜそんな仕様になっているのかしら。残念ながらそこまではわからないわ。私たちもこの世界を全て理解してるわけじゃないのよ。他に何か聞きたいことはある？
この新世界はどういうところなんですか？新世界、君たちはそう呼んでいるんだね。この世界の正式名称はアカシックというんだ。ある組織によって作り出された仮想世界だよ。仮想世界？これほどリアリティのある世界が作り物だというの？手放しでは信じられないわね。現在世間にあふれているような VR 技術では不可能だろう。だがこの世界は人間の記憶をデータ化することによって作られているんだ。記憶のデータ化ですって？そんなことが今の科学でできるの？それこそ映画のような話なんだけど。科学というものはね、世間で認知されているものよりも実際には数十年レベル先の段階まで到達しているものなのだよ。ただその全てが公表されていないだけでね。科学ってすごいんだね。でも記憶から仮想世界を作るってどういうことなんですか？簡単に言うと、脳波をスキャンすることで記憶をデータへと変換し、そのデータから仮想世界を構築している。そうは言っても記憶だけでこんな忠実に浅草を再現できるものなのかしら。ずっと浅草に住んでいたとしても知らない場所なんてたくさんあると思うし、そもそも誰の記憶から作られているというの？確かに一人の記憶から得られるデータには限りがある。だからこの仮想世界を構築するために数百人もの観測者たちが長年にわたり浅草のデータをくまなく収集している。彼らが見た風景の記憶データをリアルタイムでデータ化しビジュアル化することによって、こんなにも忠実な浅草が再現されているんだよ。まあ言うなれば、歩く人間カメラが浅草中を撮影して歩いてたってわけね。ご苦労な話でしょ。何も知らされずに放り出されたら、ここが現実世界なのかはたまた仮想世界なのかなんてすぐにはわからないと思うわ。この世界は人の記憶をつなぎ合わせて作られた夢みたいなものなんだから。夢ですか？そう言われるとなんだかしっくりきますね。しかし人の記憶で作られているがゆえに、誰にも確認されていないエラースポットなる場所も存在している。このカフェもエラースポットを使うことで彼らに感知されずに存在できているんだ。言うのなんだかよくわかんなくなってきちゃった。そっか、そうよね。でも仕方ないのよ、今の説明難しかったもんね。浅野さんは今の説明分かったんですか？当たり前じゃない。この世界はアクセックって言って。浅野、アクセックじゃなくてアカシックよ。アクセックってすごく落ち着きがなさそうだね。今のはわざとよ、わざと。本当はちゃんと分かってるんだから。まあ細かいことは置いておいて、この世界は人の記憶で作られた仮想世界ってことが分かればいいんじゃないかな。とりあえずこの世界がどうやってできているのかはなんとなく分かったわ。そうならよかったわ。他に聞きたいことはある？もう大丈夫です。そうか、与えられる情報が限られていてすまないな。いえ、おかげで大体の状況が分かりました。ありがとうございます。
出口さん、ナビさん。みやびでいいわ、しっくりこないから。じゃあ出口さん、みやびさん、相談させてもらっていいですか。実は僕たち、この世界から出られなくなってしまってるんです。話を聞く限りでは、君たちは正規の方法でこの世界に入ったわけではなさそうだな。だとすると、脱出は少々難しいと言わざるを得ないだろう。正規の方法でアカシックにアクセスして、この仮想世界へとやってきた場合は、ログアウト用のポート、つまり脱出口が見えているのよ。それが見えないとなると、接続している PC がシャットダウンしたり、第三者によってゴーグルが強制的に外されない限りは目覚められないはずよ。それ以外の方法となると、仮想世界のデータ出力ポートとなるターミナルコンピューターを見つける必要があるだろうな。ターミナルコンピューター？それが世界さんの言ってたデータポートのことだね。でもそれってどこにあるんですか？残念ながら私たちはその場所を知らないんだ。ただしさっきも言った通り、ここは人の記憶で構築されている仮想世界だ。誰にも観測されていない部分はエラースポットと呼ばれている。そこはダミーデータで補われているのが普通だ。だからこそこうやって架空の喫茶店を作ることもできる。物を隠すにはダミーデータの中、それは相手側も同じはずだ。私の言ってることがわかるかね。つまり現実世界に戻りたければエラースポットを探せということなのね。ああ、その通りだよ。そこに仮想世界のデータ出力ポートとなるターミナルコンピューターが隠されている可能性が高いだろう。普段人が行かないような場所、覗かないような場所、そういった場所に足を運んでみるといいんじゃないかしらね。本来なら存在しないはずの扉を見つけられたら可能性は高いわ。ゲームのタイトルなんかでよく使われてるローマ数字で13って書かれた扉があったら、まず間違いないと思うわよ。話しすぎだぞ、ナビ君。あ、すみません、これって守秘義務違反でしたね。まったく、これだから最近の若いやつは。とにかくそんなところだ。扉があったとしても管理者しか開けないようになっているだろうが、自力でここに来てしまう君たちだからどうにかできるだろう。ありがとうございます。早速事務所に帰ってみんなと相談してみます。待ちたまえ。出ていくならその少女 A はここに残していくことだ。待っている。あの黒服たちの狙いがその少女だからだ。その子を連れていたらあの黒服の男たちからは逃れられないぞ。君たちが彼女とここで別れるならば、もうあの連中に追われることはないはずだよ。彼女は君たちと一緒にこの世界に来たわけではないのだろう。ひょっとしたら正規の手段を踏んでいるかもしれない。だとしたら私たちがどうにかできる可能性は高い。彼女はここに残し、君たちだけでも早く事務所とやらに戻るんだ。そしてターミナルコンピューターを見つけ現実世界へと戻ってほしい。出口さん、いろいろと教えていただいてありがとうございます。でも少女 A は連れて行きます。レイジ、あんた何考えてんの？そうよ、残念だけど
彼女を黒服から守るなんてはっきり言って無理だわ。そんな状況で連れ出してどうなるって言うのよ。リスクがあるのは百も承知です。でも出口さんたちが少女 A をどう扱うかもわからないんです。確かに出口さんも宮城さんも親切にしてくれました。そのことには感謝しています。でもその目的が組織の調査である以上、その組織が狙う少女 A に対して何もしないなんて信じられません。確かにそうね。言われてみればそうかもしれない。それならここに置いてかない方がいいよね。散々な言われようだね。こちらの都合でいろいろと隠していることは申し訳なく思うよ。だが我々は民間人の味方だ。所属を詳しくは言えないが、それだけは約束するよ。出口さん、それこそ守秘義務違反じゃないですか？うるさいぞ、ナビ君。ルールには例外も存在するんだよ。はーい。確かに、君たちは私たちのことを完全に信用することはできないだろう。だが、先ほども言ったように、君たちが少女 A を連れ出せば、黒服たちに捕まる可能性が高い。そうなった場合の少女 A のことを考えれば、私たちに預ける方が賢明ではないかね。レイジさん、ありがとうございます。私は、ジャッジメントセブンの皆さんと一緒にいると本当に心地がいいです。それに私を守ろうとしてくれたのも嬉しかったです。少女へ。だから皆さんと一緒にいることで迷惑をかけることだけはしたくありません。だからここに残ります。そんな、姉ちゃん。この世界を抜け出すことができたら、きっと皆さんに会いに行きます。基地の場所は覚えちゃいましたからね。だから、その時はぜひ、一緒に遊んでください。少女へ、本当にごめん。大丈夫です。私、そんなに弱くありませんから。レイジさんたちこそ、お気をつけて。とにかく一度基地に戻りましょう。オワリたちにこのことを報告しなきゃ。わかったわ。じゃあ扉を開けるわね。みんな一気に外に飛び出してちょうだい。この世界から出ることができたなら、もうここでの出来事のことは忘れるんだ。当然二度と来ようとはしないように。ここは君たちのような何も知らない若者が来ていい場所ではないからな。好奇心は身を滅ぼす。それを肝に銘じておきたまえ。それにこれ以上君たちがこの世界に関わるようであれば、本格的に監視対象としなければならない。場合によってはそれなりの手段で応じることにもなりかねないよ。行くんだ。あ、黒服さんたちがいるよ。行ってしまったわね。
大丈夫そうだけれど、油断は禁物だわ。基地まで慎重に行きましょう。アニシカ、そっちの進行具合はどうかね。なかなか手ごわいのだ。そもそも映像世界に任せたのが間違いだったのだ。プログラムが変態すぎてわけわからないのだ。オワリさん、タチアナ。おお、みんな戻ったか。それで外部へのデータポートは見つかったかね。そう簡単に見つからないわよ。第一、何を探していいのかすらわからないんだしね。そういえばイルカは一緒じゃなかったのかい。少女 A もいないのだ。どうしたのだ。何かあったんだな。ええ、実は探索しているときに黒服の男たちに襲われたの。どうにか逃げ回ってたんだけど、ロープレマップ現象が起こっているから逃げ場なんてなくて。それで私たちを逃がすためにイルカが一人で黒服を食い止めたらしいのよ。そのおかげでどうにか黒服たちに捕まらずに済んだけれど、イルカは。そんな、イルカはお星様になっちゃったのか。皆の者、今帰ったぞ。イルカさん、無事だったんですか。そうよ、あんたは私たちを守るために尊い犠牲になったんじゃないの。ほう、なんだかよくわからないが、我が輩の伺い知らぬところで悲劇のヒーローになってしまったようだな。イルカがキモいのだ。きっとブラックメンに誘拐されて脳内に中二病チップを内蔵されてしまったのだ。いやいや、なんで宇宙人に連れ去られた人間みたいになってるんだよ。そうだよターニャン、イルカさんはもともとこんな感じだもん。何かされたわけじゃないと思うよ。確かにイルカがキモいのは今に始まったことじゃないわね。むしろ至って正常よ。あ、そうだったのだ。もともとイルカはキモかったのだ。その攻撃なかなか効いたぞ。まあとにかく無事で何よりだ。しかしよく無傷で帰ってこられたな。ふん、奴ら我が輩の姿を見た途端おじけついたのか、さっさと散っていったわ。イルカさん、仕方されちゃったんだね。仕方ではない。我が輩のまとう暗黒のオーラが奴らに寄せつけなかったのだ。イルカさん、違いますよ。黒服はイルカさんに興味がなかったから襲ってこなかったんです。なんだと、我が輩本当に仕方されたというのか。そういうことでは、いや、まあそういうことなんですけど、イルカさんが仕方されたのにはちゃんと理由があるんです。あの黒服の男たちが追っていたのは実は少女 A だったんです。なんで。にゃん、
少女 A がターゲットだったのか。まさか彼女を狙っていたとはね。しかし少女 A が今ここにいないということは、黒服に捕らえられてしまったのかい？いえ、そういうわけじゃないんです。実は。そのカフェエグジットとかいうお店に置いてきたのだな。それなら安心なのだ。ええ、あそこなら黒服に見つからないだろうしね。それにしてもこの新世界はやはり仮想世界だったのか。しかも記憶データで構築された世界とはな。でもこれで納得がいったのだ。どういうこと？レイジ、この世界に入る前、新世界ゴーグルで拡張された会議スペースを見ただろう。ああ、RPG のダンジョンみたいなやつね。それと比べて、この世界はどう感じるのだ？どうって、全然違うよ。ダンジョンの方はそりゃすごいけど、現実の会議スペースにテクスチャを貼っただけって感じだったし。そうなのだ。リアルには程遠いのだ。あれは拡張現実だったけど、仮想現実でも同じことが言えるのだぞ。現在のコンピュータ技術では現実世界と間違えるほど精巧な世界を作るのは無理なのだ。だけど複数の人間の記憶をデータとして仮想世界を構築することができれば、情報量は一気に跳ね上がるぞ。つまりより現実に近い世界が作れるってことなのだ。うん、こんなことを研究している組織があったなんてね。俺も大学生の頃似たようなことを研究していたことはあったが。え、オオアリも？ああ、俺が作ったのは視覚情報の処理演算システム、つまり視覚情報のデータ化だ。そのプログラムがあれば、人が目で見て認識した情報を脳波にモニタリングしてデータ化し、さらに他の人の脳へ視覚情報として送ることができる。ちなみにワールドプログラムと新世界ゴーグルにもこの技術が応用されているんだよ。残念ながら機材や資金の都合上、高性能なものは実装できなかったけどね。え、そうだったんですか？実感できなくても無理はない。微弱な脳波をキャッチできるくらいで、脳波コントロール機能は未実装だからね。アカシックは記憶のデータ化、世界が作った視覚情報の処理演算システムは視覚情報のデータ化、脳波からデータを得るという点では確かに似ているな。ま、大まかに言えばそうだね。だが記憶のデータ化のような大規模な研究は普通の大学では行うことができないだろう。そうだな。視覚情報より膨大なデータを収めるサーバーが必要になるだろうし、それを処理するためのリソースもかなり必要なのだ。この仮想世界を作っている組織はすっごく大きな組織だと思うぞ。多数の人間の記憶データを収集し仮想世界を創造する秘密組織。うん、なんとも妄想をかきたてられる設定ではないか。設定じゃなくて出口さんと宮部さんが言ってた情報ですけどね。それにしても彼らは一体何者なんだろうな。現時点ではその出口と宮部という奴らが俺たちの味方なのかは判断がつかないが、まあそれでもエラースポットの話は信憑性があるんじゃないのかな。外部へとつながるターミナルコンピューターを隠すにはダミーデータの中が一番だろうし。13と書かれた謎の扉か。ダニチカ、お前さんの感覚ではプログラム完成まであとどれぐらいかかりそうかい？世界の変態的なプログラムは手強いからな。
ターニャがいくら頑張っても2日はかかるのだ。俺もまあそんなとこだろうと思っていたよ。よし、じゃあ君たちにはこれからは扉探しを始めてもらうとしようか。誰の目にも止まらないような場所を重点的に当たってほしい。まあ俺たちが脱出用のプログラムを完成させる前にうまいこと見つけておいてくれたまえ。はっはっは。私たちが新世界に来てからもう10日。現実世界ではもう10時間が経過している頃ね。トイレが心配ですか？バカなこと言わないでよ。混沌の黒天使はトイレになんて行かないの。私たち本当に元の世界に戻れるのかしら。言うのもね、実はちょっぴり不安なんだ。ずっと新世界にいたらアパートの家賃どうやって払えばいいのかなって。恥ずかしながら我が輩も非常に心配しておる。なりせこちらに旅立つ前に缶ジュースを一本丸々飲んでしまっておるからな。基地で衰弱死なんて、私絶対ごめんだからね。それにもしそんなことになったらゲーム業界全体が世間からバッシングされるだろうしさ。大丈夫ですよ。オワリさんとタチアナっていう二人の天才が脱出するためのプログラムを作ってくれてますし、あとは扉を見つけるだけです。13と書かれた扉っていうヒントはあるんです。あとはそこら中を歩き回ってとにかく探すだけです。僕たちジャッジメント7ができないはずはありません。そうね、あなたの言う通りだわ。たかだかまだ10時間、慌てることなんてないわよね。ユーノ、ちょっと弱気になっちゃってたな。レイジ君に言われて目が覚めたよ。ありがとう。レイジ、あんたいいこと言うじゃない。そうよ、今は私たちができることをやるだけだわ。今のはわざと落ち込んだふりをしてみたのだ。全てをレイジ、お前の成長を確かめるため。どうやら巣立ちの時も近いようだな。それにしてもこの私たちを励まそうだなんて、バイトのくせに偉くなったものじゃないの。ひょっとして調子に乗っているのかしら。いえ決してそんなことは。冗談よ。気の利いたことを言うものだから少しからかってみたくなっただけ。さ、早く扉を探しましょう。冗談ですか。もう勘弁してくださいよ。
ボン。あ、ごめん。ささ、早く入って。はい。いらっしゃいませ、ご主人様。いかがなさいました、ご主人様。あ、あなたこそいかがなさいました。私、メイドさんとしてこのお店をお手伝いすることになったんです。みやびさん、あなたですね。少女 A にこんなことさせたのは。まったく、あなたの趣味を彼女にまで押し付けないでくださいよ。いやいや、誤解よ。私はこれっぽっちも少女 A にメイド業を強要した覚えはないわ。だってこの子がやりたいって言ったんだから。え、そうなんです、私から言い出したことなんです。ここに置いてもらうので代わりに何かできないかと思って。それでみやびさんのメイドさんがとっても可愛いので私もできたらなって思ったんです。そうそう、それで私がメイド業を教えてあげたってわけなのよ。あの、やっぱり変でしょうか。そんなことはないけど。おや、さて、立ち話もなんだし、座ってお茶でも飲みながら喋りましょう。少女 A ちゃん、案内してあげて。はい、ご主人様、こちらでございます。こちらがメニュー表となっております。じゃあ、アイスコーヒーで。アイスコーヒーですね、かしこまりました。ご一緒に軽食はいかがですか。軽食か、そろそろお昼時だし食べようかな。え、カレーだけ。悪かったな。ねえ、出口さんいたんですか。ああ、君が店に入ってきた時からずっとカウンターでグラスを拭いていたんだがね。まあまあ、出口さん元気出してくださいよ。いくら影が薄くたってあなたがこの店のマスターだってことに変わりはないんですから。ナビ君、それはフォローのつもりかね。もちろんですよ。それで頼むのか。ちなみにカレー以外も作れるが。カレー以外はあんまり美味しくないからやめた方がいいわよ。メニューに載せてないくらいだし。じゃあカレーにしますね。わかった、ちょっと待ってろ。ご主人様、お料理が来るまでお話ししませんか。あのさ、ご主人様じゃなくて名前で呼んでくれないかな。なんだか落ち着かなくて。あ、
か。わかりました、レイジお兄ちゃん。は？違いましたか。みやびさんにお客さんのことはご主人様かお兄ちゃんと呼ぶように言われたのですが。みやびさん、またあなたの入れ知恵ですか。ほら、そういうコンセプトカフェあるじゃない。お客さんをお兄ちゃんって呼ぶとことか。私はそれに習って教えてあげただけなのよ。あくまでもこれは歴史とした接客なんだから、決してふざけてるわけじゃないのよ。ふざけてるのが態度からにじみ出てますよ。というか今思ったんですけど、このお店ってお客さん来るんですか。来るわけないでしょ。だって私たちはこの世界にこっそり調査しに来てるのよ。お客さんなんて入れたらバレちゃうじゃないの。そうだったんですか。ああ、少女 A が落ち込んじゃったじゃないですか。落ち込む必要はないわ、少女 A ちゃん。こうしてご主人様第1号としてレイジ君が来てくれたじゃない。あ、そうでしたね。レイジお兄ちゃんが来てくれてよかったです。うんうん、最初で最後のお兄ちゃんになるかもしれないけどね。みやびさん、少女 A で遊ばないでくださいよ。やだな、遊んでなんかいないわよ。ここに来た時、少女 A ちゃんすごく不安そうだったでしょ。しかもあなたたちと離れ離れになっちゃって心細かっただろうし。それでどうせここにいるんだったらちょっとでも楽しく過ごせたらいいなって思ったのよ。少女 A ちゃんもお手伝いする気満々だったしね。はい、みやびさんのおかげでとっても楽しいです。そっか、よかった。昨日からずっと気になってたんだ。君をここに置いていって本当によかったのかって。この通り、私はここで楽しく過ごせてますよ。それに今日こうして遊びに来てくださってすごく嬉しいです。すごく難しそうな顔をしていますが。ああ、ごめん。僕たちに力があれば君をここに置いていかずに済んだのにって、そんなことを考えてたんだ。私のことは気にしないでください。みやびさんと出口さんもいますし、それにレイジさんの判断は正しかったと思います。あまり思い詰めないでくださいね。体に毒ですから。うん、ありがとう。さあ、できたぞ。おお、来た来た、マスターの特製カレー。いただきます。美味しいです。スパイシーなのに甘さとコクがあって、これはやみつきになりそうですね。そうでしょそうでしょ、マスターってばカレーを作るのだけは得意なんですよね。他の料理はからっきしだけど。すべての料理がからっきしなナビ君には言われたくないがな。私は別にいいんですよ。別に料理が趣味なわけじゃないですし、できなくたって生きていけますから。
ういえば少女 A ってこれからどうなるんでしょうか。確かこの仮想世界を作った組織が狙ってるって言ってましたよね。だったら彼女を早くここから出してあげた方がいいんじゃないですか。なあ、そうしたいのは山々なんだけどな。君たちが昨日帰った後、現実世界でアカシックのサーバーのログを探ったんだ。彼女が正規の手段でこの世界に入ったのか調べるためにね。しかし彼女が入ったらしき痕跡は見つけられなかったんだ。つまり彼女は僕たちのように何か別の手段でこの世界に来たってことですか。そういうことになる。だから私やナビ君が使っている専用のポートから出ることはできなくてね。私としても早く彼女を脱出させてあげたいのだが、今のところ組織側の NPC たちに見つからないようここでかくまうことしかできないんだよ。そうなんですか。じゃあ僕たちがこの町のどこかにある扉を見つければ彼女も脱出できるかもしれないってことですよね。ああ、ターミナルコンピューターさえあれば可能なはずだ。そうなんですね。じゃあ彼女のためにも一刻も早く見つけないと。頼んだよ。こっちでもそれらしき場所がないか探ってみる。もし扉を発見したら私たちに知らせてほしい。扉の場所まで私とナビ君で少女 A をどうにかして連れて行こう。はい、よろしくお願いします。レイジさん、私大丈夫。絶対に君をこの世界から出してみせるから。はい。ねえ、一度基地に戻って休憩しない？さすがにもうクタクタよ。でも一度戻ったらもう今日は外に出る気がなくなりそうですし、もう少しだけ頑張ってみましょうか。仕方ないわね。あなたの言う通りにするわ。ジャパンかき氷の略なのかな。ユーナさん、かき氷は日本語ですよ。あ、そっか。それじゃあジャパンケバブが正解かな。食べ物から少し離れたらどうかしら。そもそもケバブは日本の食べ物ではないわよ。とあれはジャッジメントナイツだ。ジャッジメントナイツ？今我が輩たちはワールドエンドヘブンを作っているだろう。それに登場させる敵の組織としてジャッジメントナイツという設定を我が輩は考えた。組織のマークのデザイン案も作成している。あ、もしかしてこの前イルカさんが作ってたのって。そうだ、このジャッジメントナイツのマーク、すなわち JK マークだ。つまり今街中にあふれている JK マークがゲームの中に出てくるテロ組織ジャッジメントナイツのマークと似ているってこと？似ているなんてものではない。あれはもう瓜二つと言ってもいいだろう。いや、でも皆の者、基地へと戻ろうぞ。
我が輩の PC を確認して単なる空にかどうか確かめるのだ。なあ、待ってよ。イルカさん、待ってください。JK ジャッジメントナイツ、ワールドエンドヘブンに登場予定の世界を滅ぼそうとするテロ組織か。新作の制作に意欲的なのは関心だが、今はこの新世界を抜け出すことを第一に考えるべきじゃないかね。違うのよ、別にゲーム制作をしようってつもりじゃないの。イルカの作ったこのマークが今街中に現れているのよ。はあ？なんだって？一種のウイルスか。面白い。相手をしてやろうじゃないか。あれ？何の音だろう？みんな、スマホを見てみろ。これ、JK マーク。これ消えないんだけど。私の携帯もよ。一体どうなっているのかしら。なかなか手ごわかったね。うん、もうぐったりなのだ。二人ともお疲れ様でした。お、レイジ君、ありがとう。気が利くね。いえ、僕にはこのくらいしかできませんから。ターニャも喉がカラカラだったのだ。タチアナ、冷蔵庫にガジガジ君もあるぞ。我が輩が先ほどフワーブーッとゲットしてきたのだ。本当か？言い方はキモいけどグッジョブなのだ。うん、ようやく我が輩の偉大さに気づいたようだな。フォー、やっぱりイルカはキモいだけなのだ。JK マーク、消えてよかったですね。ああ、まさかこんなに手こずるとは思わなかったけどね。結局、応援することしかできなくてすみません。プログラムに関することは、俺やターニシカの専門分野だ。任せてくれて構わないぞ。そうなのだ。レイジにはターニャのお世話係っていう重要な役目があるのだぞ。ただいま。帰ってきたよ。町のモニターやディスプレイに映ってた JK マークも全部消えてたわ。ユーナたちのスマホの画面も元に戻ったみたい。これで普通に使えるね。世界さん、ターニャン、ありがとう。
のくらい天才のターニャにかかればちょちょいのちょいなのだ。それにしてもさっきのは一体何だったのよ。まあ一種のコンピュータウイルスだろうね。この新世界のネットワークに一気に流し込まれたようだ。問題はどうして JK マークだったかってことだが、ワールドエンドヘブンの宿敵となる悪の秘密組織ジャッジメントナイツの JK マーク、あれが一斉表示されるなんてシナリオ通りではないか。シナリオ通り？うん、これはまだプロット段階だが、ジャッジメントナイツの世界征服に向けた宣戦布告として世界中の端末に JK マークを表示させるというものを我が輩は考えていた。なんだかそれが実現したようで、正直我が輩の背筋が震えるぞ。世界征服、穏やかじゃない話ね。言うのなんだか怖いな。まさかね。でもそんなに神経質になることはないのだ。まあ、所詮仮想世界の出来事なのだぞ。本当の世界には関係ないのだ。そうですよね、所詮仮想世界の話ですもんね。元の世界に戻ればそれで終わりですよ。それで終わり、元の世界に戻るプログラム作成の進展具合はどうなのかしら。ああ、それは。こんにちは。わあ、姉ちゃん、どうしてここにいるの？出口さんと宮城さんのところにいたんじゃないの？あの、すみません、あそこはなんだか落ち着かなくって、こっそり戻ってきてしまいました。私、やっぱりここがいいです。なんだか懐かしいし、皆さんと一緒にいると楽しいし、お願いです、私をここにいさせてくれませんか。少女 A が黒服の男たちに狙われている以上、ここでかくまうのには無理があるんじゃない？カフェイグジットならエラースポットとかのおかげで安全なんでしょ。だったらあっちにいる方がいいと思うけど。それは嫌です。どうして？出口さんも宮城も別に悪い人には見えなかったけど。黒服さんたちから A ちゃんを守ってくれるって言ってたよ。確かに出口さんは私のことを気遣ってくれていましたし、みやびさんは元気づけようとしてくれました。ですがなんだか不安な感じがしたんです。まるで誰かが私に警告しているような、ここにいてはいけないって言われているような。誰かって？それは分かりません。少女 A よ、それはお前に宿りしもう一人の自分、ドッペルゲンガーではないか。ドッペルゲンガーですか？知らないのも無理はない。なぜなら奴と出会ったら最後待っているのは死だから。大変なのだ。そのどっぷりゲンガーとやらに少女 A を合わせないようにしなきゃなのだ。どっぷりゲンガーじゃなくてドッペルゲンガーね。というか自分に宿ってるなら出会うも何もなくないですか？あ、そんな盲点があったとは。あ、言うの分かっちゃいます。
その誰かって姉ちゃん自身なんじゃないかな。私自身。うん、正確には今の姉ちゃんじゃなくて記憶をなくす前の姉ちゃんだけどね。今は記憶がないからわからないかもだけど、きっと危険を知らせてくれてるんだと思うよ。だったら少女 A はもともと黒服たちやあの二人のことを知っていたということ？そこまではわからないよ。それは記憶をなくす前の A ちゃんに聞いてみないと。まあそれもそうね。真実がわからない以上、憶測に何の意味もないわ。大事なのは少女 A をどうするかという判断よ。無理を承知でお願いします。ここに、このジャッジメント7の基地に皆さんと一緒にいたいんです。そうだね。まあいいんじゃないの。少女 A は騎士でかくまおうじゃないか。本当ですか？でも黒服の男たちはどうするの？確かに危険がないとは言えないね。でも考えてもみるんだ。黒服たちは街中を歩き回って少女 A を見つけようとしている。おそらく彼女を探す手がかりを持っていないのだろう。だからこの基地から少女 A を出さなければ黒服がここにやってくる可能性は低いと言える。確かに、探すにしても浅草中の建物を一つ一つ回るのはかなり時間がかかりそうですね。黒服たちは我々に興味がないようだが、念のため外出時に基地の場所が割れないように注意しておこう。じゃあ決まりだね。少女 A は彼女が望む限り基地でかくまうことにするよ。みんないいかね？うん、わかったよ。 A ちゃんがいてくれたら言うのも嬉しいな。何は別に構わないのだ。美少女に頼られたからには我が輩もさすがに秘めたる力のリミッターを外さずにはいられないようだな。黒服の男たちのことは気にしても仕方ないわね。それよりもカフェエグジットの二人を信用していいのか、そっちの方が気になるし。少女 A もここにいたいって言ってますし、好きなだけいてもらいましょう。まあそういうことならいいんじゃない。私だって別に少女 A を見せたいわけじゃないし。皆さん、やっぱりここにいたのね。あなたたち、なぜ私たちがここにいると分かったの？ごめんね。ちょっとだけあなたたちの居場所を調べさせてもらったの。少女 A ちゃんはここにいるんじゃないかと思ってさ。君たちがミスター・イグジットとミヤビ君だね。俺たちの基地に何の用だい？いきなり押しかけてすまなかったね。すでに我々のことは聞いているだろうが、一応自己紹介をしておこう。私は出口シロ。こっちはナビミヤビよ。私たちはある組織の内部調査をするためにこの仮想世界で情報を集めているの。ナビ君、また機密情報を漏らしているぞ。まあいいじゃないですか。カフェに来た人には言っちゃってますし。まったく危機感のないやつだ。だが今は説明をするのもやむなしといった状況か。その少女 A を組織が狙っているということはすでに説明した通りだ。無論なぜ狙われているか不明だがね。
奴らに見つからないように我々でかくまっていたのだが、少し目を離した隙に逃げ出してしまったようで、こうして迎えに来たというわけだ。どうにかこの事務所までは組織の NPC に見つからずに来ることができたようだが、ここにいては奴らに捕まるのも時間の問題と言えよう。カフェイグジットの中にいれば組織に発見されることはない。さあ少女へ、早く戻ろう。私はここにいたいです。もうあのカフェには戻りたくありません。なぜだい？何かカフェで嫌なことでもあっただろうか？そういうわけではないんです。お二人にはよくしていただきました。それなら。でもごめんなさい、私やっぱりこの方たちと一緒にいたいんです。どうやら君は自分のことしか考えていないようだが、先ほども言った通り、ここにいてはいつ組織の NPC がやってくるかわからない。君が奴らに襲われるだけでなく、彼らまでも危険にさらすことになるんだぞ。君は非常に彼らを信頼しているようだが、そんな彼らを危険な目に遭わせてもいいのかね？